ました。今回は上海中心と蘇州中心の間に位置する昆山州省をお届けします。昆山州省は蘇州市になります。上海から高速鉄道で一駅、蘇州からも高速鉄道で一駅になります。昆山州省散策後は金渓古鎮にも行きました。そちらの様子も動画の後半で紹介したいと思います。こちらが入り口になります。入場料は100元約2000円になります。蘇州の古鎮の相場になります。入場するとお店が立ち並んでいます。ここからは少し昆山州省の紹介をしていきたいと思います。まず一つ目は水郷の風景です。州城は美しい運河や水路で知られています。町を流れる運河には古い橋や伝統的な建築物が立ち並び、水辺の景観が美しいです。水郷地域の特有の雰囲気を楽しむことができます。2つ目は古い橋と建築物になります。昆山州城には多くの古い橋があり、これらの橋は風情があります。また古い民家や伝統的な建築物も点在しており、古い時代の雰囲気を感じることができます。3つ目は文化的なアクティビティです。州城では伝統的な文化や工芸品に触れることができます。地元の工房や店では伝統的な手工芸品や地元の特産品が販売されています。4つ目は水郷のボートツアーです。運河や水路を船で巡るボートツアーは州城観光の一環として人気があります。水上から街の美しい景観を楽しむことができます。しかし料金は高めの設定になっています。ボートは一人当たりではなく一隻の値段になります。一席に一人から六人まで乗ることができます。そして一席の値段は280元、5600円でした。蘇州には水郷が多く遊覧船はたくさんあります。相場は一人40元から50元です。相場から見ても人数によってはかなり高額と言えると思います。そして5つ目は夜景です。夜になると州城の運河沿いや古い橋はライトアップされ、幻想的な雰囲気が広がるようです。機会があれば夜景も撮影しに来たいと思います。
ちょっとだけ食べ歩きをします。中は肉まんのお肉、外はカリッと揚げたパンのようで美味しいです。少々お高い遊覧船ですが人気があります。まだまだ動画は続きますが、ここでいいねボタンを押していただけると嬉しいです。伝統衣装をレンタルして写真を撮るのも人気です。
こちらは景観を損ねないように作られているスターバックスコーヒーになります。ちょっとだけ中を覗いてみましょう。制御ではなく干し魚ですね。
大丈夫。炒蛋上面呢，这边刚刚做好的热乎的炒蛋，有香有酥，入口即化，没有添加剂，也没有防腐剂，一滴水都不加，绝对好吃的这个。肯定往这边，你往这边能过去吗？啊？你往左拐你就拐。ではここで金山修行を後にして次の目的地に向かいたいと思います。こちらが金渓古鎮になります。こちらの紹介を簡単にいたします。中国の江蘇省金山市に位置する古い町や古鎮の一つです。金渓古鎮は美しい水路や伝統的な建築、歴史的な文化遺産で知られています。金渓古鎮には伝統的な中国の建築や歴史的な建造物が保存されています。古い橋や運河、古い家屋などが風光明媚な景観を作り出しています。水郷地域に位置するため、金渓古鎮では水路を利用した遊覧船や水辺での散策が楽しめます。水辺の風景や伝統的な船が特徴的です。古い町並みや建築物だけでなく、金渓鎮では地元の伝統文化や工芸品に触れることもできます。地元の工房や店舗では伝統的な手工芸品やお土産が販売されています。観光客向けに整備されたエリアもあり、地元の料理店やお土産屋などがあります。また伝統的な行事やイベントも開催されることがあります。金渓鎮は古い文化と美しい景観を持つ魅力的な観光地の一つとして知られています。訪れる際には伝統的な雰囲気や現地の文化を楽しむことができるでしょう。
していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。たまには、目を閉じるか。